イエーチャンネル、イエー。ポーランドがナチス占領時代に受けた損害賠償としてドイツに6兆円払うよいいよりらしいが、ちょっとむちゃくちゃな気がするわ。まあ確かに、まあわしはその頃生きとらんけわからんけど、まあたくさんは殺された人ったみたいだけな。まあでも、まあ戦争ってのもあるけどな。まあ想像できんけどな。まああれよ、まあ一回はなんか損害賠償を求めるのやめたらしいけど、それはなんかソ連に言われてやったみたいな、またややこしくなってるらしいね。まああれよ、やっぱ戦争なんかしたら後々いろいろあるけえな。日本ももう戦争せんかったらええが、まあちょっと今の状況じゃわからんの。まあ何にしてもあれやな、敗戦国は不利よな。いろいろ多分今生きとるドイツ人の人ももうほとんど戦争関係ないやろ。戦争経験しとらんわけやしな、70年以上前なあ。戦争なんかせん方がええってことよ。じゃあ